ザ・シネマティック塚直美です。今日もご覧いただきありがとうございます。さあ今日ご紹介する映画、日本映画なんですけれども、ゲストに来ていただいております。ほんまに思うけど、関西の映画を宣伝している女性みんなめっちゃ可愛いね、ほんまに。なんでちょっとこう嫉妬入ってるみたいなね。松竹ナビから関西宣伝の畑野香織さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやって映像の前でご紹介するのってあんまりないんですか？はいはい、ないです。もう緊張してます。またそれがね、可愛いんですよ。私が緊張してるとか言ったらねーって突っ込まれるけどね。今日はでもすごい面白い作品をね、もうそこは間違いないので、間違いない。タイトルが、はい、騙し絵の牙。そう、騙し絵の牙、はい、だいたいこのタイトルからしてどういう作品かなって、うん、思いますもんね。思いますね。タイトルだけだとね、ちょっとわからないなんですけど、ね、じゃあ出版業界を舞台にしたお話で、うんうん、まあ、いろいろとあるんです。その大泉洋さんが主役を張ってるっていうね、はい、ところもまあ味噌なんですけど、ちょっとじゃあ予告編をご覧いただいてからちょっとゆっくりお話をね、はい、伺おうと思います。予告編をどうぞ。うちでやってみる？トリニティ。舞台は大手出版社訓風社。編集長の早見は配管機器の雑誌トリニティ存続のため新人編集者高野と共に動き出す。トリニティが潰れたらさ、他の雑誌は震え上がるだろうな。しかし彼らは会社の権力争いと陰謀の渦に巻き込まれていく。もう先生には近づかないでください。新しい才能を諦めなきゃいけないんでしょうか？一瞬で切られるぞ。こんなもん絶対無理だ。才能を集めればまだまだ雑誌だって戦えるんだから、面白ければ目玉は何個あったっていいんだ。熱き男の思いに動かされ危機を乗り越えた彼らには想像を超える感動が待っている。いや、この笑顔を信じてはいけない。結局この人の仕掛けにはまった。あなたはすでに騙されている。お前こんなこと考えてたのか。くせ者だらけ、騙し合いバトルの幕が上がる。正気かよ。おい、こんなやり方許せません。改革のスタートを祝って。まだ逃がしませんよ。要するに全部嘘や。戦争だな。たぬき黙らせろよ。登場人物全員嘘をついている。衝撃の結末を見届けよ。騙し絵の牙。人を騙してそんなに面白いですか？めちゃくちゃ面白いです。公開決定。これだけは信じて。ということで、予告編をご覧いただきましたけど、はいはい、予告編自体もね、カット割りがすごい早いですよね。そうですね。もう全く無駄のない、ね、パンパンパンと切り替わるところが。そうなんです。あのテンポで映画が進んでいくのが、はい、まあ、今回売りの一つだと思うんですけど、吉田大八監督、はい、私めっちゃ好きなんですよ。私も好きでございます。作品いっぱい、はい、霧島部活やめるってよっていうところから始まって、髪の月とかね、いろいろありますけれども、まあ、彼の演出って本当にこうカット割りが早くて、で、いろんなストーリーが伏線としてこう何重にもなってたりとか、非常に緻密に、ね、計算はされていて、ね、今回大泉さんも、ね、その監督の演出について結構お話しされてることもあったんですけど、うんうんうん、ワンテイクでは終わらない、全く、はい、何度も何度もっていうところがもうかなりすごいんですけど、計算されていて面白い。監督の中で描いている足一歩出すのもこうとか、うん、手が出るのもこうとか、うん、まあなんかいろいろあるんでしょうね。大泉洋さんの好きにはできなかったみたいな。できなかった。でもこれ大泉洋さんを当て書きして作られた作品なんでしょ、はい、当て書きにされています。すごいですよね。原作がね、もともとそういう、うん、大泉さんを、まあね、モデルにして作ってはいるんですけども、うん、でもなんで、まあ、もっとほらベテラン俳優さんいっぱいいるじゃないですか、うん、これ大泉洋さんだったのかなって思うんですけど、もともと雑誌の企画からこれスタートしてまして、はい、でその表紙を何度もその雑誌の表紙を飾ってたところから、大泉さんも当て書きで小説にして、でそこから映画にしてっていうの面白いんじゃないかというのが、うん、まあありまして、でそこから監督はじゃあ吉田監督でって、ね、小説は塩田さん、はい、原作でっていうので、はい、まあ、構想8年ぐらい
すごい、はい、まあ、連載から始まり単行、はい、でそれで今回やっと映画化でっていうことになりました。でもあの私思ったのは大泉洋さん宛て書きなんだけど、うん、大泉洋さんっぽくない役柄っていうか、そこがまた面白いところで、まあ塩田さんの思う大泉洋さんだったり、うん、ね、ちょっと思ってる陽気な大泉洋さんとまたちょっと違う部分が見れるので、意外と目の奥が笑わないんですよ、うん、大泉洋さんのねそこ今回結構本当に見どころで、うん、大泉さんの、まあ、まあいい意味で新しいところでもあるし、うん、実は本当はそうなのかなと思う部分でもあるし目の奥笑わないとまあ人はいろんな面がありますからね、うん、ありますからね、うん、大泉洋さん自身は僕はそうでもないです、こういう風でもないですちょっと意地悪なことがあるんですよ、はい、じゃないですとおっしゃるけど、大泉洋さんにお会いになったことありますか？ありますね。あ、それはね、だっていっぱいキャンペーンでね、宣伝の時別の作品でお会いしたんです。その時、はい、割とような大泉さんの私は、どんな感じですか？まあ、気さくで、まあ、盛り上げてくださいます、ね、なるほどね。周りのことを本当に気遣う方だと思います、うんうん、雰囲気をもう明るくなるほど、もう座長的な。そうですね、うん、で撮影現場でもそういう感じだったと松岡さんとか他のキャストさんもインタビューでおっしゃってます、うんうん、へえ。私も1回だけね、大泉洋さんご一緒したことあるんですよ、舞台挨拶でね、うん、私司会してたんですけど、でその中でね、あの大泉洋さんに、大泉洋さんってどちらかといえば西日本に近い、あのお笑い的にも関西にも近いですよねって言ったら本気で嫌がってたって、そこはもうすごい、ね、そう、北海道って、僕は北海道、関西と一緒になんかされちゃ嫌だよとか、すごいね、そこ明るくこうね、そこだけは許せないかもしれない、すごいね、印象に残ってるんですけど、まあ、唯一無二のこのキャラクターを大泉洋さんが演じるというところに面白さがあって、他にもでもね、みんな主役級の人が続々出てくる、佐藤浩市さん、それから佐野史郎さんなどなどね、 そこもまあ、で見どころでもあって、うんうん、あの出版業界の中でいろいろとこうバトル、騙し合い、あの、ね、裏を、まあ、引き出し抜いたりとか、はい、そういうのがある中で、はい、演技バトルというふうにも見れるぐらい、うん、それぞれと あのやり合い、うん、面白いです出版業界の裏もね、そうです、見れますか、ね、こういう、まあね、出版業界ってこういうところなんだっていうところと、まあ、構造的な実は深いところでも、はい、ちょっと批評的な視点もあったり、はい、確かにそうです、うん、まあね、出版業界の復興などもある中で、そういうところもしっかりと描かれてます。確かに出版のあたって、はい、この例えば雑誌がテーマをどういうふうに作るかとか、うん、特集はこんな風に作られるとか、そういうことも多かったりしますけど、でもね、もうこのね、大泉洋さん演じる早見という編集長がね、まあこれずるいんですわ、いろいろずるいです、ね、もうとにかく出し抜いたら勝ちっていう、うん、そういう感じなんですよ ね、常に何か面白いことをずっと考えている人でもあるんですけども、うんうん、だからこの出し抜くっていうのが、あのこのコロナ禍でね、どっちかっていうと、うん、私たちこうもうなんか気落ちしてたりとか明るくなれなかったりする部分がある中で、はい、このおっしゃ出し抜いたら勝ちみたいなのが、はい、だんだんちょっとしんどくなってきたので、うん、そんなことなかったですか？そうですね、なかなかねそういう風に感じる時期になってるかと思うんですけどでもこの映画はそのままでいかないのがすごいところで、言えないんですけど、ラストシーンがね、その気落ちしてもうええって出し抜いて出し抜いて勝ち組なんていうのはもういいってって思ってたら、それでは終わり。ラストがね、もうラストが本当こうなんて今風っていうんですか、今風いいんで、そうですね、今風でもあるかなっていう、いやもうほんまラストが痛快で、すごい面白くて、あ、そうとしてくれたかっていう、ちょっと思ってる先を全てこう行くような、うんうん、まあ、見逃すシーンがないので、本当に最初から、ね、ひとときも見逃さず見ておいてほしいなっていうところはいろいろと。確かに。どこが一番気に入ってますか、この映画は？そうですね、まあ、常にこの騙し合いの部分ですね後半ね、特にもう言えないんですけど、そう、ね、もう後半怒涛のごとく、ね、裏切り、嫉妬、もういろいろね、そこやってきますよね、見ていただきたいですよね、まあ、あとの
さんとか絶対人とか騙せなさそうな本当にいい人っていう感じがあるからね。この映画のもう騙して騙される方になりますよね。多分キャスティングとしてはそうだと思います。それがまた鳩野さんのすごいいいとこなんですけど、で、まあ、この、うん、なんか実際、うん、あれってこのことかなっていうなんか連想するようなこともいろいろちょっと散りばめられてるので、ちょっと待ってどういうことですか。これってあの実際のあの人のことちゃうかなとか、これってあのこと言ってるかなっていう実はあるので、それもちょっと見てほしい。あった、確かにこう時代をちゃんと映し込んでるっていうところも吉田監督らしいね、はい、ところですので、ぜひ見ていただきたいと思います。言い残したことはないでしょうか。はい、ぜひ劇場で。そう、劇場で、劇場しっかりウイルス対策ね。出版業界もいろいろと変わるので、今のね状況っていうのは今しか見れないと思うので、うんうん、今映画館、はい、ウイルス対策も劇場はしっかりしてますのでお出かけになってください。今日はかわいい鳩の代わりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。大丈夫ですよ超緊張してるって言ってはった